半年間で383枚ものありがとうを伝え、送信大賞に選ばれた方は、訪問リハビリテーション大石潤さんです。おめでとうございます。ステージへお上がりになりますので、そのままお待ちください。では、院長から賞状授与を行います。はい、賞状ホットカード送信大賞大石潤と、あなたは当初の通り、多くの職員やホットカードを送信し、感謝の気持ちを伝えました。その栄誉をたたえ、ここに賞します。平成24年11月30日、栗田クリップですね。おめでとうございます。ホットカードの送信の対象ということでありがとうございます。去年も、まあ、申し上げたんですけど、僕たちが送る、ありがとうのホットカードは皆さんが、そういうふうに相手に書かせたいって思わせるような行動がなければ生まれなかったものです。ですので皆さんが僕とも、まあ、300何枚っていうのを書けたのも皆様のおかげです。そして訪問なんてこう実際病院の中にいるのは1時間ぐらいなんですよね。その短時間の中にこれだけのことをしてくださったっていうふうなことを、皆さんはすごい人たちだなと思うので、これからもぜひ一緒に頑張っていきましょう。ではありがとうございます。